毎日がエブリデイ。皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。というわけでね、今日はアブズというゲームをプレイしていきたいと思います。アブズだよね、これ。アブズ AB ズじゃないよね、よくわかんないこれはね、水中世界を自由に探検できるというアドベンチャーゲーム。というわけでね、早速潜っていきましょうかね。おー、神秘の世界に誘われていきますな。あら、綺麗。なんか魚食べたくなってきますね、こういうの見ると。いや、クラゲはいらん、クラゲはいらん。あー、ノーサンキュー、ノーサンキュー。だんだんこう、深い世界に沈んでいくのかな？なんかちょっとね、ミステリアスなオープニングですけど。おー、なにこれ？黄泉の国？涅槃？と思ったらなんか浮いてますね。あ、生きてるのかな？あ、生きてるみたい。なんかあれだね。人間なのかな、この人。ねえ。まあ、一応手足ありますけど。これを操って、海中をね、散策する、探検するみたいですよ。なるほど、なるほど。おー。このね、浮遊感がたまらないですね、水中のね。あー、こっちね、マウスの右ボタンをクリックすると進んでいくと。あー、なるほど。いや、音楽もなんか良さげですよね。へー。といってもね、今日はね、ゲーム実況メインではありません。むしろね、雑談系かな。うん。で、今日は8月4日なんですよ。で、8月4日の今日ですね、まあ私の作品鹿女探偵が実業の日本社より発売されます。本作は親本のタイトルを変えての文庫化なんですよね。鹿女探偵、鹿女探偵と書いて鹿女探偵と呼びます。なんかキャッチーなね、タイトルつけていただきました。もうちょっとね、なんか違うタイトルいいかなと思ったんですけど、まあ、実際こうしてみると表紙ね、すごく分かりやすくていいかな。お医者さんが書く医療ミステリーって、まあ、結構いろいろたくさんありますよね。だけど歯医者さんが書いた、現役ね、現役歯医者さんが書いた歯医者ミステリーって多分本邦初だと思います。あ、まだご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんで自己紹介しますけど、私作家でもあり歯医者でもあるんですよね。開業医です。はい。まあ今ね、主にね、作家業をがちょっとメインにはなっておりますけどね。で、この小説ですね、どんな内容かと言いますと、スタッフ全員が女性である表参道にある歯科クリニックが舞台なんですね。そこに勤務する月城木の葉さんという美人歯科医が院内で起こる、事件の数々を解決していくっていうお話です。まあ日常の謎系あり、本格密室ミステリーあり、羊たちの沈黙みたいなスリラーサスペンスもあるし、過去の猟奇事件に迫るスリーピングマーダーものもあります。そしてアラサー女子のお仕事小説でもあったりするんですよね。もちろん歯医者さんの日常や歯科治療の現実なども描かれております。興味のある方はぜひですね、書店で手に取ってやってくださいというか、買ってくださいというか、読んでください。よろしくお願いいたします。定価は本体価格685円プラス税金です。はい。
実業の日本社文庫ですね。よろしくお願いします。で、さらに、我がチャンネルがですね、チャンネル登録者数が100人を超えました。イエーイ。7月11日に配信を始めて、7月30日に100人だったので、まあ3週間かからなかったぐらいかなーってとこですね。まあね、だけどまあ100人なんてまだまだ底辺 YouTuber ですけど、でもやっぱり嬉しいですよね。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。まあできたらね、1000人ぐらいになるくらいは、まではね、続けていきたいかなと思います。1000人、ちょっと厳しいかな。100人でもね、もう、1日ね、増加数も本当2人とか3人とか、そんな感じなんですよね。まあね、これから先ね、どんどん配信動画上げていきますので、まあ、皆さんぜひ見てあげてください。で、今回は、この文庫化&100人突破記念ということで、プレゼント企画をやりたいと思います。商品はね、Amazon ギフト券 E メール版ですね。それ3000円分を5名の方にプレゼントいたします。まだね、登録者100人ということで、しょぼくてごめんなさいね。1000人とか行ったら、もっと大きくしますね。1万人とか行ったらいかないけど。当選者には、このね、Amazon ギフト券の E メール版っていうのは、当選者の方にギフトのコードをメールでお知らせいたしますので、それをAmazon のサイトに入力すれば金額分が使えるようになります。だからね、郵送のやり取りがないので、僕の方から皆さんの住所とかね、本名とか個人情報を聞くことはございませんので、ご安心してください。で、応募条件です。どういう風にやっていいのかちょっとね、正直僕もよくわからないんで、まあいろんな YouTuber の人たちがね、やってるやり方に準じた方法でやらせていただきたいと思います。応募条件、まずチャンネル登録をしてください。これはよろしくお願いいたします。で、この動画のコメント欄、この動画ですよ、この動画のコメント欄に Amazon ギフトが欲しいみたいなコメントをください。もう欲しいでも何でもいいです。で、応援メッセージなんかもね、書き込んでいただけると、まあそれはね、励みになります。で、ついでにいいねをして高評価していただけると嬉しいです。まあ、高評価はね、別に任意です。強制ではありません。あとですね、これ重要なんですけど、YouTube のプライベートメッセージ機能をオンにしてください。このメッセージ機能を使って当選者に連絡しますので、オンになってないとね、せっかく当選しても、こちらから連絡しようがないので、もったいないことになってしまいます。で、このプレゼント企画の告知を僕のツイッターでつぶやいていますので、そのつぶやきをリツイートしてください。アドレスは概要欄に貼っておきます。まあ、これもね、あのツイッターやってない方もいらっしゃるので、任意です。はい。締め切りは8月18日金曜日の、そうだね、18時までにしたいと思います。それで、これが問題というか、これがちょっとあれなんですけど、当選者の発表は発送をもって変えさせていただきたいと思います。まあそんなこと言うとね、いや、プレゼント企画詐欺とか言われちゃいそうなんですけど、まあね、僕も七尾よしっていう公の名前をね、使ってやってますので、そんなね、たかだか合計1万5000円ぐらいでね、社会的信用を失うような、バカな真似は絶対にしません。当選された方には責任を持って確実必ず送らせていただきますので、ここはもうね、私を信用していただいて、まあ安心して応募なさってください。で、登録者数もね、もうそんなに多くないんで、かなりね、まあそれなりにね、当選確率は下手なくじよりは高いと思います。まあ、金額はね、そんなに大きくないですけど、まあ本を買ったり、役立てていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい。
というわけでね、まあちょっとね、思い切ってプレゼント企画をやってみることにしました。まあ登録者数を増やしたいっていうような下心がないわけではないんですけど、まあ前にもね、お話しした通り、ちょっとこのね、今回のこの僕が YouTube をやっているのは新作のなんていうか取材でもあるんですよね。まあ YouTube が出てくる、小説を書こうと思っているんですよ。なのでまあ実際自分がこうやってやってみてね、どのぐらいの登録者数が集まるのかとか、プレゼント企画って効果があるのかとか、あと広告がどうなってるとかね、まあそういうのをね、いろいろと今ちょっと研究中というかね、取材中であります。まあそういうこともあってね、皆さんご協力いただけたらと思います。動画配信ね、ゲーム実況の方はまあ楽しんでやっておりますので、まあ、もしよろしかったら今後もね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。というわけで、このゲームなんかね、綺麗だよね、すっごく。正直ね、何が目的で何をすればいいのか正直わからないんですけど、なんか適当に進んでるとどんどん進んでいくみたいなね。えなんか死ぬこともないし、音楽も美しいですよね。なんかこう癒されるっていうかね。いやー、こんなね、よどみ切った僕の心もね、ちょっとばかりこう清らかに癒されていきますね。まあ、今ね、今日はね、原稿用紙20枚以上ちょっと書いたんですね。ド S デカの新作です。いやー、今度はね、ちょっとまた大掛かりな舞台で繰り広げられる、まあちょっと大掛かりな事件を扱うので、今ね、頭をひねってる最中なんですよね。でもう結構やっぱ執筆って疲れるのね。今日は新宿のカフェでね、もう何時間にもわたってずっとそこで書いてたんですけど、やっぱね、20枚も書くと結構疲れるね。あ、もう一つ告知するの忘れてたわ。ですね、現在、昨日あたりに発売されたのかな、角川春樹事務所から出ている文芸誌ランティエにて、僕の何だったっけ、ティファニーで昼食をが連載されていますので、よろしかったらそちらもお願いいたします。ティファニーで昼食をっていうのはね、現在パート2なんですよ。1作目はもう本屋さんで売ってますので、もしよろしかったらそちらもよろしくお願いいたします。グルメミステリーなんですよ。はい、結構俺いろいろ書いてるよな。で、そう、まあ、ちょっとデビューした話しますとね、まさか自分がね、まあデビューした時に、まあ、自分はね、小説を10作品書ければいいなと思ってたんですよ。まあ、正直その当時もう頭の中にね、そんなにこうアイディアなんてなかったしね、まあせいぜい3、4作分ぐらいしか頭の中に入ってなくて、でまあ今からね、一生懸命ひねり出してもね、多分売れっ子に仮に売れっ子になったとしても、まあひねり出しても10作品書けるかどうかだろうなと思ってたんですけど、まあやればできるもんですね。今ね、数えてみたんですけども、だいたい30作品ぐらい、デビューしてから2010年にデビューしてからね、書いてます。で、僕デビューしたのが2010年の7月なんですよ。で今7月終わりましたよ、8月ありましたよね。ということはもう8年目に入ってるんだね。ちなみに作家の5年生存率ってなんか 5% したかな、要するにデビューして5年後に書いちゃんと本を出せてる人っていうのが100人中5人ぐらいしかいないという話です。5年生存率ねえ、癌より悪いよね。
まあでもなんとか8年目に入りまして、まだねこうやって書かせていただいてるのも読者の皆さんの応援のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。はい。でまあ一応ね作家としてこの一握りのもう本当に確率の低い作家の世界でなんとかやっていけたので、これはもしかしたら YouTuber もいけんじゃないかなとかって、まあ、根拠のない自信をね持っておりますけど、そんな甘くないってことぐらい分かってますよねえ。まあだけどあれだよね、右肩上がりの、要するに今盛り上がってる真っ最中の YouTube の世界と、もうまさに斜陽ね、右肩下がりのね小説家の世界、出版の世界、もうねもう全然違いますね。やっぱね YouTube の世界は華やか、やっぱりこうみんなイケイケだからね、イケイケどんどんですよね、盛り上がってるよね、とっても。そういうね世界というか業界にいる人たちはね、まあその YouTuber の人たちもそうですけど、すごい前向きだし、なんかもうこう怖くなるぐらい見ててね、危なっかしいっていうかね、何この根拠のない自信はみたいな、なんでお前らそんな自信持ってるのっていうぐらいイケイケですよね。だけどね小説家の世界は全く逆ですよ。もう作家同士集まればね景気の悪い話ばっかしてんですよね。イケイケどんどんどころがもうみんなネガティブ、言ってることがネガティブ、もう俺ダメだとか死ぬわとかねもうオワコンですとかね、もうなんかねみんなねネガティブなんですけど、なんか YouTube の人たちはすっごいハイパーポジティブだよね本当にね業界というかね景気が違うとこうも違うんだなっていうね。まあこれでねバブルが弾けたら多分またネガティブなことを言い出すんでしょうけどね。でもやっぱりこう伸びてる世界っていうのはいいですね。もう気持ちがいいって見ててやっぱりね気持ちがいいですやっぱ。まあ、作家の世界はね正直なかなかポジティブにはなかなかなりたくてもなれない現実があります。だってさ電車に今日地下鉄乗ったんですけど、まあ、見るじゃんお客さんというか乗客の人たちね、もう。何？座席に座ってる人たち10人いると本読んでる人なんて1人もいないよ。1車両に1人いるかどうか、あと全員スマホですからね。まあ、おそらく SNS もしくは YouTube 系を見ていると思うんですよね。もうこのシーン一つとってもね、もういかに本がね小説が必要とされてないかっていうね、これがね20年前30年前だったら1車両に3分の1ぐらいの人たちは本読んでましたよ。今もうね本を手に取ってる人なんて見たことないからね、たまーにいるけどね。まあでも基本スマホですよね。そんなことを思いながらね僕もね電車の中でね YouTube 見てましたけどね、もう本もねちょっとなるべく読まないといけないんですけどね。まあなんか YouTube のが手軽に見れちゃうからね。ただね、まあ、それにやっぱり本も値段ね単行本とかになると結構お高いですからね、1500円ぐらいするでしょう。まあ、YouTube って基本ただですもんね、広告とか見なきゃいけないですけど、そんなせいぜい5秒とかだしね。まあ結局ね YouTube も本も時間消費型ですからね、一人の人間が YouTube 見ながら本を見るなんてことはできないんで、やっぱりパイの奪い合いなんですよね。その娯楽の時間のね余暇の時間の奪い合いになるんですよね。まあなかなかね本を手に取ってもらうっていうのは難しい。はい。まあそんなね、今日執筆してたらですね、またなんかね映像化のお話がちょっと来ましてね、まあ実現するかどうかはわからないんですけど、まあそれなりに今度結構大きなね話で、まあ実現してくれたらいいなと思うんですけど、まあ前もねドラマの話1個来ましたけどね、まあそれもどうなるかわかんないで、今回のこともね正直どうなるかわかんないですけど、まあそうやってね少しでも自分の作品がね
多くの人の目に触れられるようになったらいいなと思います。あー綺麗だねこれ、なんか結構疲れが癒されてるなこれ。皆さんこのスチームやってらっしゃる方ね、サマーセール、今年の7月にあったサマーセール買いました、ゲームのね。僕は初めて、僕もスチームなんて始めたの本当6月7月からでしたからね、えすごい安いよね、9割引きとかなんだもん。ヒットマンなんかも、あの8月10日にねプレステから出るヒットマンなんかも、もう3000円切ってましたからね。ゲームによってはもう何十円っていうゲームもありますよ。このアブズも、サマーセールで買ったんですけど、いくらだったかな、数百円でしたよこれ確か。十分そのクオリティありますよねこれ。なんか操作してて気持ちいい、ちょっと難しいけどね、なんか独特のこの浮遊感のね癖みたいのがあるんで、あーちょっと難しいんだけどね。はい、というわけでね、なんか長々と雑談してしまってごめんなさい。たまにはね、こうやって取り留めもない雑談系の話、ね、雑談系のチャンネルになんかも入れてみようかな、番組も入れてみようかなと思ってます。ねえ、あ、そうそう、作家になりたい人向け、作家志望者向けにも何かこう皆さんにね、作家になりたい方にも役に立つようなね、お話ができるような作家になろうみたいな、文学賞の取り方とかね、いや僕文学賞受賞してなかったんだったね、そういう、出版裏事情とかですね、そういうのを雑談でお話できたらいいかなと思ってますね。年収とかどうな、収入とかどうなのとかね、なかなか興味深いですよね。あー、またここに来た。何なんだここ結局。よくわかんないよこのゲーム。何やっていいのか。ねえ。はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、Have a nice date! バイバーイ。チャンネル登録は下の顔写真のアイコンをパソコンならクリック、iPhone やスマートフォンならタップしてください。よろしくお願いします。